デビュー1年でエムステ2度目の出演。ナンバーアンダーラインアイ、快進撃の秘密に迫る。ナンバーアンダーラインアイ、世界を目指す日本のダンスボーカルグループの実力とは ?5 月17日放送のミュージックステーション、エムステ。5月17日放送のミュージックステーション、エムステ。出演者リストに名を連ねるナンバーアンダーラインアイの名前を見て、 思わずガッツポーズが出た。前々回の出演から間もない二度目の登場だ。彼らを知らない人からすれば、またこのグループと思うかもしれない。だが、ナンバーアンダーラインアイファン、通称ナンバーにとっては、まさに歓喜の瞬間。デビューからわずか一年、破竹の勢いで成長を遂げる彼らの姿を、再び m ステの舞台で見られるのだ。 前回出演時のパフォーマンスは鮮烈な印象を残した。9人全員が異なるサバイバルオーディション番組出身という異色の経歴を持つ彼らは個々のスキルが高いだけでなくグループとしての完成度も抜群。シンクロ率の高いダンスとアクロバティックな動きを織り交ぜたステージングは一瞬たりとも目を離せない。その上メンバーそれぞれが個性的なボーカルを持ち、 楽曲ごとに異なる表情を見せてくれる。まさに、資格なしのパフォーマンス集団なのだ。今回披露するのは、新曲、ボン。彼らの持ち味であるパワフルなダンスと、キャッチーなメロディーが融合した、まさにナンバーアンダーライン愛らしい楽曲だ。エムステという大きな舞台で、どんなパフォーマンスを見せてくれるのか、期待は高まるばかり。きっと、 前回以上の衝撃を与えてくれるに違いない。だが、彼らの魅力はパフォーマンスだけではない。音楽に対する真摯な姿勢、ファンへの深い愛情、そしてメンバー同士の絆の強さ。これらは、彼らのパフォーマンスをより輝かせている。音楽に対する真摯な姿勢は、楽曲制作にも現れている。 メンバー自らが作詞・作曲を手掛けることも多く、自分たちの思いをストレートに音楽にぶつけている。彼らの楽曲には、夢に向かって突き進む力強さや、仲間との絆の大切さなど、聴く人に勇気を与えるメッセージが込められている。ファンへの愛情も深い。ライブでは、ファンとの距離を縮めるような演出が多く、SNS での交流も活発だ。 彼らは常にファンを大切にし、感謝の気持ちを忘れない。そんな彼らの姿に、ファンはますます魅了されるのだ。そして、メンバー同士の絆の強さも、ナンバーアンダーライン愛の大きな魅力の一つ。それぞれが異なるオーディション番組出身ということもあり、最初はぎこちない部分もあったという。しかし、共に過ごす時間を重ねるうちに、 お互いを理解し、信頼関係を築いていった。彼らの絆の強さは、パフォーマンスにも現れている。息の合ったダンスや、お互いを支え合うような姿は、見る者の,の心を打つ。ナンバーアンダーラインアイは、まさに今、最も勢いのあるダンスボーカルグループだ。エムステ出演をきっかけに、さらなる飛躍を遂げることは間違いない。 彼らの会心劇はまだまだ始まったばかりだ。だが彼らの活躍は決して偶然の産物ではない。メンバー一人一人がこれまで多くの苦労を乗り越えてきた。オーディション番組での厳しい競争、デビューまでの長い下積み時代、彼らは決して諦めず夢に向かって努力を重ねてきた。そんな彼らの努力が 今、身を結び始めているのだ。彼らの活躍は、多くの人々に勇気と希望を与えている。夢に向かって頑張る人、挫折を経験した人、仲間との絆に悩む人。ナンバーアンダーライン愛の姿を見て、きっと何かを感じることができるはずだ。5月17日の m ステ。彼らのパフォーマンスは、きっと多くの人の心を動かすだろう。 そして、ナンバーアンダーライン愛旋風は、さらに大きなものとなっていくに違いない。彼らの未来に期待せずにはいられない。ナンバーアンダーライン愛の快進撃は、日本の音楽シーンに新たな風を吹き込んでいる。これまで、ダンスボーカルグループといえば、ジャニーズ事務所所属のグループが主流だった。しかし、近年は、 エグザイルトライブや LDH ジャパン所属のグループ、そして韓国初の K-POP グループなど様々なグループが台頭している。そんな中、ナンバーアンダーラインイは独自のスタイルとパフォーマンスで新たな道を切り開いている。彼らの存在は日本の音楽シーンに多様性をもたらしている。そして若い世代を中心に新たなファン層を獲得している。 彼らの活躍は日本の音楽シーンの未来を明るく照らしているのだ。しかし彼らの前にはまだまだ多くのチャレンジ図が待ち受けている。日本の音楽市場は依然として厳しい状況が続いている。CD セールスの低迷、音楽配信サービスの普及など、音楽業界は大きな変革期を迎えている。そんな中、ナンバーアンダーライン愛は どのようにして生き残っていくのか。彼らは常に挑戦を続けている。音楽だけでなく、バラエティ番組やドラマなど、様々な分野に挑戦している。そして、SNS や YouTube など、新たなメディアを積極的に活用している。彼らは常に新しいことに挑戦し、進化し続けている。彼らの挑戦は、 日本の音楽シーンに新たな可能性を示している。そして若い世代に夢を持つことの大切さを教えている。ナンバーアンダーライン愛の未来は明るい。彼らは日本の音楽シーンを牽引する存在になるだろう。そして世界に羽ばたくアーティストになるだろう。彼らの活躍から目が離せない。しかし彼らの未来は 決して約束されたものではない。厳しい競争、時代の変化、様々な困難が待ち受けている。それでも彼らはきっと乗り越えていく。なぜなら彼らは夢に向かって努力することを決して諦めないからだ。そして彼らは一人ではない。彼らの周りには彼らを支える多くの人々がいる。ファン、スタッフ、家族。 友人。彼らの存在がナンバーアンダーライン愛をより強くより大きくしていく。ナンバーアンダーライン愛の物語はまだ始まったばかりだ。彼らの未来に期待せずにはいられない。彼らの挑戦はこれからも続く。そして彼らの物語はこれからも多くの人々に感動を与え続けるだろう。 ナンバー・アンダーライン・愛の活躍は私たちに多くのことを教えてくれる。夢を持つことの大切さ、努力することの尊さ、仲間との絆の素晴らしさ。彼らの姿を見て私たちは自分自身の夢や目標に向かって一歩踏み出す勇気をもらえる。ナンバー・アンダーライン・愛の物語はまだ始まったばかりだ。彼らの未来は 無限の可能性に満ちている。彼らの挑戦はこれからも続く。そして彼らの物語はこれからも多くの人々に感動を与え続けるだろう。しかし彼らの成功は決して偶然の産物ではない。彼らの裏には数え切れないほどの努力と決して諦めない強い意志がある。そして 彼らを支える多くの人々の存在がある。ナンバーアンダーライン愛の物語は私たちに夢を持つことの大切さを教えてくれる。どんなに困難な状況でも夢を諦めなければきっと道は開ける。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちはそれを身をもって証明してくれた。